サタン大戦30日目最終日。最終試験って何やんの？模擬戦闘かな。え、あ、そっか。帝劇生活もあと1日だな。あ、そうだ、今日は最終試験があるんだっけ。よし、気合を入れていくぞ。おう、おはよう葵くん。今日はいよいよ最終試験だ、頑張ってくれよ。これは戦闘 BGM ですね。サタン様と戦った時のやつですね。思い出した。パート5かな出撃パート5とか4とかぐらいやったと思うけど、高台戦1の時。その時の BGM だな。戦闘 BGM だ。まずは各隊員との訓練の成果を見せてもらおう。見ろ！とは言っても、全ての訓練の成果を見ている時間はない。君が一番合っていると思った訓練のテストを一つだけ受けてもらう。どの隊員との訓練が一番に合っていたか、よく考えて選んでくれ。で、桜ちゃんじゃない？不良の事故で何回かやってるから、桜ちゃんでしょ。桜くんか。よし。それじゃあ桜くん、用意はいいかい？はい、新宮寺桜、準備完了です。何すんの？葵さん、頑張りましょうね。え？何？そういうこと！いうこと！ワッピリマの剣豪じゃねえんだよ！ワッピリマの剣豪じゃねえ！かわいいな、この桜ちゃん。かわいいな、これ。これいいな。このドット絵よくね？いいな、採用したいな。これ採用。これいいな、このドット絵すごい素敵じゃない？桜が投げる気がタイミングよく痛いで弾き返します。成功するとスピードがあります。マジかよ、マジかよ、くやんのかよ、これやんのかよ。桜大戦2でもあったって、ほぼ同じの。あっ、痛い。どのタイミングだ、そこ、あっ、どこだ、どこだ。早め、あ、早めか、オッケー。あっ、その位置か、わかったわかった。つっ、オッケー。ダブルソードレギオン、オッケー。ほい、あ、早い早い、そっか、速さ変わるのか。ちょっ、オッケー。あ、だいぶ早めでもいいのか。むしろ素振りない感じか。連打すりゃいいんじゃない。早い殺しに来た、それまで先天って微妙くせー、微妙くせまだ、剣に迷いがあるようですね。いや、だって、初めてたった1ヶ月よ。一ヶ月でここまで持ってきたんよ、さかちゃん。そこんとこ評価してよ。よし、では次に模擬戦闘への最終テストを行う。それじゃあ候補を選んでくれ。先生の残りがこれの候補でいいんだな。はい、候補が決まってるんだな。それじゃあ最後の模擬訓練だ、気を抜くなよ。行くぞ。大神との勝負になったりしてほしいけどな。まあ、近づこう。これの勝ち方よくわかんないけどね。全然勝ち方よくわかんないけどな。遠距離候補の方がいいってことなのかな、離れちゃえば。そういうあれかな、近距離選ぶ時点で間違ってんのかな。どうしようもなくない、こんな気合を貯めるがそもそも何になるのかもよく分かってないもんな。結構不親切感あるよな。え、避けた、避けられたっぽいな。オッケー、まあ勝てたからよしとしよう。終わりよければ全てよし。やったな、葵くん、素晴らしい戦いぶりだったぞ。この訓練は全て米田中将に伝えられることになっている。結果は後で君の家に送られてくるだろう。なんで家ですか、今伝えてよ。何はともあれ今までよく頑張ったな。今日は疲れただろう、早く部屋に帰ってもう休むといい。はい、大神さん、ありがとうございました。うん、それじゃあゆっくり休めよ。爆弾仕掛けといたんだな、多分大神の後部にサタン様。そういう感じだろうな。寝るか。さあどうなる。ああ、体験入隊最終日かよ。長いようで短かった。帝国海域団の体験入隊ももう終わろうとしている。最後はみんな揃ってさよならパーティーを開いてくれるという。葵くん、みんなが待ってるよ。さあ行こう。1ヶ月、よく頑張ったね、お疲れ様。君の頑張りには俺も見習うべきものがあったよ、葵くん。本当か本当か、本当に言ってる。覗きをしないとか。お前がこの後どういう身の振り方をするかは知らねえが。もう興味なくなってんじゃん、もう興味なくなってんじゃん、完全に俺に。どういう身の振り方をするか知らねえがって、知らねえがって何、サタン様ってことに気づいてんの、もしくはそういうこと、そういうこと言ってんの。いつでも力になるぜ、なんだったらこのまま帝劇で働くか。ああ、そう言ってくれるの、分かった分かった。ここで働いていればね、なんだっけ、ミカエルにならなくて済んだのにな。あやめさんが、あなたにはあなたの進むべき道があるわ。いいの、そんなこと言っちゃっていいの。あやめさん、あなたにもあやめになるべき道があるんだけど。
ここで得たものはきっと、その道でも何かの力になるから頑張って。これでお別れなんですね。ちょっと嬉しそうだな。あら、さくらさん。これで永遠の別れというわけではありませんわ。そうだよ。この後会うんだよ。久しぶりだな、帝国会議団。つってこの後会うんだよ。帝都を守るという志のもとに、きっと、また会える日が来るはずよ。同じ空のもと、会いたくなったら、どちらからでも会いに行けばいいのさ。新進桜大戦とか、出ないの新進桜大戦で、なかったことにする。なかったことにしとけって言われるじゃん。そや、だから、さよならを言うのはやめや。また会うんだもんね。そうですね。じゃあ、さよならは言いません。また、会いましょう。卒業式だなぁ。こうして僕の体験入隊は幕を閉じた。短かったけれど充実していたこの1ヶ月、誰のエンドでもない感じかこれ。僕は一生忘れることはないだろう。さよなら帝劇。あ、でもなんか誰かのエンドあるっぽい。そろそろ記者が出る時間だな。葵くん、お前かい。よかった、前に会った。どうしてここが。おいおい、俺にはこの記者に乗るって教えてくれたじゃないか。オオカミだっけ。実は君に渡したいものがあるんだ。これを受け取ってほしい。何？月収？月収ですか？チケット？そう。あ、次回公演のチケットさ。これを見に来ればみんなと会う機会が作れるじゃないか。ありがとうございます、大神さん。じゃあまたな、元気で。ああ、降ってしまった。大神エンドだった。多分これ誰の好感度も高くなかったからだろうな。そっか、そういう感じか、総合プレデューサーね。ああ、そっか。まあそうだよね。あんなむちゃくちゃなプレイしてたらまあそうだよねっていう気はちょっとするからな。まあ、サタン様だしね、誰かと結ばれてはならねえっていう気持ちも持ちながら私はやっていたからな。松原さん。オレオワに関わってたって松原さんではないか。違う人か。違う人か。俺はの森田 D ともう一人組んでたのは松原さんじゃなかったかな。なんだっけ、松下さんだっけ。なんか、松なんとかさんだった記憶があるかな。くそ。くそ、うまくいかなかったなー、なんか。そっか、まあ、サタン様だからな。気持ち的に俺サタン様でやってたから、やっぱ。そういう意味でも、誰かと結ばれちゃならねえとやっぱ思ってたもんな。まあ、大神と結ばれるならいいのかもしれないな、そういう意味では。サタン様が唯一認識してる人名は大神一郎だけだったからな。あ、森田 D! 森田 D! 設定監修森田 D! ね、森田 D ね。なるほどね。いやでもなんか、いいね。小粒感があっていいね、ゲームボーイのゲームっていうのは。サク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 できちゃいましたね、なんか。そういう意味ではなんかこう、合間に、日が向いた時にもう、なんか合間にやってくみたいな感じ。あるかなっていう気がするな。それもありかなっていう気がするね。他のこのエンディングをみたいな。そういうのもありかなっていう気がするね。ちょっと待って。大神しか映らないのはちょっとなんか、それはそれで寂しいんだけど、マジで。ちょっとガチで。ちょっと変えてくんない？大神以外もちょっと映してよ、さすがに。ちょっと。大神オンリーですか？大神の家みたいになってんじゃん、これじゃ。そっか。なるほどね。ゲームボーイのゲームか。そっか。まあ、ゲームキューブと、いうものでゲームボーイのゲームができると。あら、こうやって打つんだ。ああ、声優さんね。声優さん声あった？桜ちゃん以外。あったか？まあ、あったか。ところどころであるのか。そっかそっか、そういうことか。そういうことかね。ゲームボーイのゲームも、まあ、できるようになったというところは私は思っていますので、今、さらっと始めたけど、うん。まあね、できるようになったので、まあ、いろいろできるかなというところで、まあ、いろいろ考えて、やっぱね、カード買うときって、やりたいゲームがあって買うよね。なんか主に俺、それ桜大戦になってるのちょっと、なんかあれだけどね。ちょっとあれだけ、ところあるけど。まあ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 、まあ、ビータ買いたかったのは俺はやりたかったから、桜大戦やりたかったから、特殊報道部やりたかったからっていうのあったりとか、そういう感じでね。まあ、ハードに引っ張られて、ハードね、ソフトに引っ張られてハード買ってるよね。今のちょっと言いたかったんだけど、レッドエンターテインメントじゃなくて、カンパニーの時代なんですよね。ドラゴンがついてるからかわかんないけど、カンパニー時代のレッドね。結果発表します。たららーん、体力も影響するのこれだと難しくない？最後にスタミナドリンク使うのがいいのかな。どうですか、結構上がったんじゃないの。ステータスは高いよね、ちゃんと出たもんね。命中一番高いと思ってる。あ、そうでもない。え、あ、そういうの出んの。かかりですか、でアイリスかリアルですか。あ、ボタン押さなきゃ。あ、いいのか。
素質なしってひどくねえか。道具係あーステータスだよね。何もない舞台の上にあらゆる世界を作り出す。ちょっと待って、言い方次第だな、言い方次第だな。あ、イルカさんが好みそうだな。ゴッドクリエイターか。あなたを作り出した世界の住人として怪奇団は美しく咲くでしょう。そっかそっか、そうですか。はい、いかがでしたでしょうか、ラスボスのサタン様の経歴入隊。バレずにちゃんとスパイ活動は完了できたと。ちゃんとあやめさんに悪の因子を埋め込んだと。シャワー浴びてる時にね、マリアにはちょっと追放されたけど、あやめさんにはちゃんとね、悪の因子を埋め込むことができたんで、これであやめに殺す女に変身させることができるようになったということでしょう。あれって実際いつサタン様は仕込んだんだろうね、本当に。あやめさんに、なんであやめさんがああなったのか謎でしかないけどな。まあ、ミカエルもだけど。はい、そんな感じでした。まあ、ちょっとあっさり感あるけど、こんな感じでした。はい、ありがとうございました。ありがとうね。